疲れ様。最後まで運転席に座りっぱなしだったね。無事終了です。終了なんて言わないでよ。今日は本当にありがとう。私の欠点って何？林さんの一番の欠点は結婚してるってことです。一杯飲みますか？林さん。何？壁ドン。ふざけるのよしなさい。林さん、壁ドンされたことないと思って。あるわよ。昔は壁ドンとは言わなかったけど。長かったよ、この2日間。好きだよ。私も好きかも。でも、行かなきゃ。まだ5分も経ってないよ。でも、お迎え、シッターさんに頼めないの？急には無理よ。今度いつやる？分かんない。旅行行こう。一泊でいいから。丸太郎さんは独身だから平気でそういうこと言うけど、私は結婚してるし、3人の子供の母親よ。でも好きだよ。行くね。ワインこぼし。もう我慢できないです俺。いつかこうなると思ってた。お帰りなさい。なんで飛行機分かったんですか？どこ行くんですか？区役所向かいます。え？一人になられたら言おうと思ってました。僕と付き合ってください。え？
あのこの前お目にかかった時何もかも成り行きだっておっしゃいましたよね。言いました。なのに突然付き合おうって変ですかね。変です。佐伯さんの気持ちわからないです。全然僕もよくわからないんです。でも気づいたらずっとアンさんのことばかり考えていて、これはつまりアンさんのことが好きなんだって自分でも認めざるを得ない状況になったんです。今日断られたら諦めます。結婚を前提に付き合ってください。私も佐伯さんのことばかり考えています。佐伯さんが好きです。うち行きますか。何か食べますか。うち行きましょう。佐伯さんっていくつ。43。よかった。私の方が一つ年下で。関係ないよ年なんて。私11年前と違うっていうか、昔のことも過ぎた時間もそういうこと全部関係ないから。何かおかしい。いやだって顔を喋ることもハンサムすぎて。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。店長さん、すいません。渋谷で一人降りて北品川に行ってください。あ、はい、かしこまりました。合コンなんてつまんないよ。何？何？僕は優子さんでないと嫌なんだ。は？話しなさい。もう誰もいないよ。離婚して僕だけの優子さんになってほしい。性欲に支配されてるわ。性欲は持って3年、その先人生は50年も続くのよ。よく考えてみて。だけどね、あんまり。
滝さんに嫌われるだろうな。そうだ、俺、お滝さんが来たら一本まずポーンと釘刺してよ。お滝さん、あんた何でしょ、私に惚れてこの人来たわけじゃないんでしょ、借金を返せなくちゃいけねえ、金が見えてて来たんでしょ。春太郎さん、釘刺してよ。呼んでくださいよ。失礼します。おたきなーに、おたき寝ようかバカ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 マリちゃん、いいところに来た。ちょいとこっちへお入んなさいよ。夜なんか言っちゃやだ。いっぱい考えたけど性欲だけじゃない。この先50年だって一緒にいたい。結婚しよう。好き、でも本当に好きな人としちゃうと子供たちのとこに帰れなくなっちゃう。そんなこと言わないで帰ればいいじゃん。何もかも捨てて丸太郎さんのとこに行っちゃうかもしれないじゃん。来たっていいよ。そんな簡単じゃないの。マリちゃんさ、ここまでしたらほぼほぼしたのと同じだよ。私にとってそれはすごく違うの。違うとも言えるけど違わないとも言えるような。違うの。ごめんなさい。美味しい料理はさ、食べる前が一番美味しいってもんね。うん。じゃあ寝るか。手つないで寝よう。そんな残酷なことよく言えるよな。